先生こんにちはカイロのコンのところのフリアです本日も主義オンライン動画メールマガをご覧いただき誠にありがとうございますさて、えー、本日の動画メールマガのテーマですがこちらです施術時間を短くする一つの考え方というテーマでお話ししてまいりたいと思いますどうぞよろしくお願いします さて、えー、施術時間、えー、皆様先生方いろいろ毎日ですね考えられていると思うんですけどもこの「施術時間」ですね、えー、短時間と長時間、うん、この2つの、まあ、考え方というか施術あります。で今日のテーマ、えー、話す前にですね、えー、先生方にちょっとまあ,あ念のためにちょっとお話ししておきたいのがですね えー、私は短時間がいいとか長時間がいいとかその施術方法ですねこれは先生方が皆様選ぶうまあ価値観というかあ感覚でいいと思うんです、えー、短時間がいい短時間施術がいい長時間施術がいいというのはあこれは決めつけてしまうのは私はどうかなというふうに思っています先生が気持ちよくう患者さんに接して患者さんが気持ちよくう治療院をお 後にするっていうねそして体が改善するとそういうふうなきっかけづくりをちゃんとできていれば短時間も長時間も変わらないということですねそれだけちょっと念頭において今日のお話を聞いていただければと思います。で、えー、今日のテーマですねこれ生時間をでも短くすするってて書いてます今日はこの短くするというところでちょっとお話ししていきたいと思うんですけども。 ええ、私のですね、え術時間、今ですね、大体、まあ、三十分から四十分。まあ、全部含めても四十分ぐらいですね。ええー、着替えとかも入れて四十分ぐらい。まあ、施術自体はもう二十分から三十分ぐらいで終わっちゃうんですけども。ええ、私、こう見えてですね、開業当時、二時間半ぐらい。えー、最長記録二時間半ぐらいですね。初回の方にかけてました。もうヘッドヘッドです。私も患者さんもヘッドヘッド。でも、私は一生懸命二時間半やったわけです。 で、えー、その結果どうなったかということなんですけども私はもちろんそれがずっと続いてるともう一日に見れる人がですね、えー、23人とかになってしまうわけですそして患者さんはヘトヘトそしてなぜか来ない、ね、2回目来てくれないんですね2時間半もしたのにというふうに最初思ってたんですけども実はですねここに落とし穴があって、えー、患者さんはやっぱり2時間半も時間取られたくないですよね。 で自分もすすごい大変だったんですねでそこでですねいろいろ私の中で、まあ、考えて時間を短くしていったんですけどもやはりですね今から考えると非常に無駄が多かった、えー、余計なこともしてましたですからその時間やっぱりかん、えー、お話も長かったんで、えー、そういう時間かかったんですけどもで今日はこの一つの考え方時間を短くする一つの考え方をですねちょっとお話ししたいんですけど私がやった方法で一つですね すごい有効だなと思ったのが、えー、時間を決めるとということなんですどういうことかといいますと例えば、えー、下肢、えー、と骨盤ですね下肢と骨盤の検査と精術をもう,おもう5分以内。 具体的に言うと例えば10時から換算始まります話をいろいろして10時5分から精開始としますそして下肢と骨盤の精術を今からしようとするときは10時5分だとしますで決めちゃうんです10時10分前全部仕上げる下肢と骨盤仕上げると決めちゃうんです単純に言えばですね、えー、私たちですね施術,施術に時間を割り振ってるんですよ でこれはダメです施術に時間を割り振ってしまうとダラ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 いってしまいますで私みたいに2時間半やってしまうんですそうではなくて時間に施術を割り振るんですですから今回どういうことかというと10時5分から10時10分前に下肢と骨盤を全部仕上げてしまいますということですそうするとですね不思議なんです不思議なことが起こります無駄がなくなるんですそして効率的な動きをしますベッドの周りを変に変に動かない で自分はどうやったら最短にできるかということを考え出しますでここで、ねえー、善意ある先生方によく言われるんですそうすると患者さんに本当に必要なことできないんじゃないかということを言われるんですねでもそんなことないんですこうやって無駄を省くことによって患者さんが最高に効率よくいい生術を受けることができるんですそれを私たちは実は無駄にしてるんですよ無駄に生術をやって時間を稼いでしまっているんです ですからそれを無駄を省くことで実はメリットの方が多いんですねまあ、もちろんですね例えば10時10分って決め5分と決めてしまって10時10分とやってしまうと最後急いでしまうこともあるかもしれませんでもそれは慣れてきますそして自分がうまく動けるようになってきますもう一度ちょっと言いますと時間に施術を割り振るんじゃなくて施術に時間を割り振るんですあ、じっこめた時間に、えー、時間を えー、施術も時間をですね区切ってそうするとうまくいきますですから先生も一度これをやってみて一回ですね、まあ、挑戦してみてです、ね、やってみてください不思議なほど時間が早く済んじゃいますで私もですねこれをやっていってですね、えー、そうですね最初はやっぱり1時間の壁ってありました。 その後一時間を切った後はスーッと行けましたね私の場合はそうでしただからこういうふうにいろいろ考えていくとですね短時間制っていうのは意外とおしやすくなってくるんじゃないかなと思います一度やってみてくださいでそしてですね今回のこの、えー、考え方なんですけども実はですねビジネスにも非常にビジネスパーソンの中で結構流行っていましてどういうことかというとこの仕事をお 10時から始まったら10分10時10分前にこの仕事を仕上げるぞということです区切るんですねそうするとその仕事をどん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 終わらしていけるとこれは結構ねビジネスの世界ではまあ当たり前ではないんですけどもよくやられている方法ですそうすることによって時間意識をとにかく持ってダラダラ仕事をしないということができるんですねでこれは治療にもせず時間にも使えるということです 一度ちょっとそこの部分をパラダイムシフトをですねちょっと変えてみて先生の中で臨床に取り入れてみて取り入れてやってみていただければと思いますはい今回の動画メルマがいかがだったでしょうかまた次回ですね先生方に動画を配信させていただきたいと思いますありがとうございました